公益財団法人中央果実協会は果実基金制度の実施を目的に設立された公益法人。1972年に財団法人中央果実生産出荷安定基金協会として設立され、2012年に公益財団法人中央果実協会に移行、名称変更した。2010年3月9日、事業仕分け第2弾において、 仕分け対象枠の公益法人に選定された。果汁飲料等の加工需要の増加や、運襲みかんやリンゴをはじめとする生産過剰時の受給調整を目的とし、主な果実生産権に1970年代に国の補助事業による果汁工場が設けられた。原料用果実の取引の安定を図るため、1972年8月に、 加工原料用果実価格安定制度が創設、同年9月に実施団体として、財団法人中央加工原料用果実、価格安定基金協会及び13の県に、社団法人県加工原料用果実、価格安定基金協会が発足した。1975年には、財団法人中央果実生産出荷安定基金協会に改装。2001年からは、 成果を対象として、価格補填を行う経営安定策や、消費拡大策、毎日果物 200g 運動を実施。2007年からは、有料品目への転換や新技術導入など、生産者の前向きな取り組みを支援する、果樹経営支援対策事業を行っている。ありがとうございます。